族にとって踊ることは生きることです。皆様とつながる阿波踊りは最高に楽しい。今日は阿波踊り振興協会が3つのテーマで踊ります。最初は天水連、葉月連、天保連、新橋連による天罰連です。テーマは踊れる幸せ。今日みんなでぞめき囃子で踊ることのできる幸せを表現してまいります。拍手でお迎えください。女踊りを先頭に踊り込んでまいりました。天水連、葉月連、天保連、新橋連の皆さんです。どうぞ皆様大きな拍手でご声援ください。テーマは踊る幸せ。みんなでぞめき囃子で踊ることのできる幸せを表現しています。髪型で顔は隠れているけれど体全体に表情が見える女踊りを先頭に踊り込んでまいりました。躍動感あふれパワフルかつダイナミックな男踊り。指先、そして足の運びにもご注目ください。優雅で美しくしなやく踊る女踊り、そして男踊り。腰を下げて指の先から足の先まで、それぞれの面の思いを伝えます。ぞめきのリズムを体に染め付けた天水たちの健康協会の皆さんの熱戦が繰り広げられております。それが阿波踊りです。
無双連、大喜連、能喜連、哀連の皆さんによる選抜連です。テーマは希望の光。コロナの早期収束と健やかな毎日を心から願って踊ります。しなやかな女踊りを先頭に踊り込んでまいりました。大丈夫です。あ、邪魔する。可愛らしい声をかけながら、しなやかに手を振り、軽やかに足を運ぶ女踊りの素晴らしさをご覧いただきましょう。そして男踊りへと続いてまいります。踊ることの喜びを全身で表現する男踊り。Yeah.
喜びを全身で表現します。先頭に踊り込んでまいりました。ひときわしなやかに伸びる指先にもご注目ください。技を磨いてきた熱気あふれる踊りを見せてくださっています。命のきらめき。
華やかに、そして時にはダイナミックに生きる喜びを表します。躍動感あふれるファンを目指すダイナミックな男踊りへと続きます。躍動感あふれる踊りを見せてくださっています。ドベキのリズムを存分にお楽しみください。踊り振興協会の皆さんによる踊りをご覧いただきました。